い、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあちょっとドラゴンクエスト10オフラインなんですが、まあストーリーの方を今までライブでちょっとやってたんですけど、ちょっとねファイナルファンタジー6だとか、まあ他にもね結構やるゲームがあったので、まあぜひともねちょっとドラクエ10オフラインだけはねクリアしたい、うん、そのまま中途半端に終わりたくないということで、まあ録画でちょっと進めていきたいなと今後思います。まあ、前回の続きとして、ま、はい、あのガリレーね、アンルシアがちょっとパーティーから抜けて、まあ、ガリレーを倒しに行ったわけなんですけど、ボッコボコにやられました。うん、まあ範囲はねちょっとね分かってるんですけどね、ガリレーの攻撃を耐えれないんだよね。まあ防具は装備できないし、まあ、とにかく主人公がねやられたらその時点でねあの全滅なので、この全縛りね非常にきつい条件なんですが、まあそれをねやっつけないとね先に進めないということで、とある職業をレベル上げました。その職業をあることによって、まあクリアはできると思う。さあそんな職業何かと言いますと、こちら、はい、ドン賢者、あれちょっと入ってねえな、ちょっと待ってね、純喜ちゃん賢者ね、賢者を77万まで上げました。まあ、そうすることによって、これね、奇跡の雨、これがかなり強いと思います。うん。まあ、なので、これを使って倒していきたいと思います。ちょっとレベル上げの時だけね、春吉動かしました。はい。まあ、これでいくから。あ、まあ、いっか、まあ、ヒューザー入れようかな。フーラの方がいいような気がする。いや、もういい。まあ、とりあえず、はい、マイユヒューザー、そして主人公、まあ、ラグワスで行ってみたいと思います。いけるよな。はい、ちょっとね立ちすぎてね時間が、まあちょっと高木ちゃんちょっと内容忘れちゃったんですけどという方にも説明したいと思います。さあこの新リアナのね、荒涼地帯の奥にあるこの古き神遺跡、まあこちらで、ね、ゼルドラドね、トーマ兄ちゃんをやっつけたというねゼルドラドがいるということで、アンルシアがねそれを聞いて、まあ一人で突っ走っちゃったと、そんなの無理だと、まあ待てよアンルシアと言って、まあ主人公たちが追いかけていくっていうのがこのね今の現状となっております。まあそのゼルドラドを追いかけてった先に、なんだろうな、変なのガリレまあそのボスがいるんで、そいつを倒さないといけないんですが、めちゃくちゃ強い。はい、獣魔将ガルレイね、ガルレイだね、うん、絶対許さない。こいつもう4回ぐらい全滅したからね。あ、そうか、足が速いんだこいつ。うわ、いきなりご挨拶だよね。ちょっと待って、あ、そうだ、マジ針だ。いや、フーラ入れないときついかもしれないね、これ。いや、ちょっと待って。あ、これまずい。あー、まあいいや、新刃でいいか。うわ、新刃効いてない。じゃ、ちょっと超ハッスルで。回復をさせて、でもって奇跡の雨。これをやっとけば正直ね、そんな死ににくくはなるので、テンションバーンからの、うーわ、ワンパン。え、ちょっと待って、そんなに強いっすかこいつ。いや、雨があれば無敵でしょ。そんなことないかな。ちょっとマジ針だけやりたいな。深夜枕だけさ聞けばな、いいんだけど。あ、聞いたね、変なとさ入ってんね。まあちょっと攻撃でいいでしょう。でもって洗礼、うん、必殺何でいけるんだ。あー、いい、じゃあ洗礼だね。そう、あとテンションバーンが厄介で、攻撃するたんびにねテンションがどんどん上がってくから、攻撃力と火力がねさらに上がるんだよね、この子の。おわ、来た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 、まあいいでしょう。
親愛爆裂で常に変なトス状態にして、で線でやると、よいしょ、これでいいでしょう。この黄金パターンで、であとこれね、突撃、これが厄介なんだ。これ突撃の後通常攻撃食らって死んだっていうパターンが多いんだよね。で奇跡の雨ね、ある程度回復するから2段目の通常攻撃とか、まあこういう自己デインもねそうなったんだけど、まあ耐えれるという感じでしょうな。いや余裕じゃん奇跡の雨。さあベホマラーは、おお、いいね。やっぱ奇跡の雨強いな。さあ変なトスも消えるんで、よいしょ、再びね来たね、オッケー。さてこのチュンキッチャン、そろそろ攻めようかな。人間の悟りして、よいしょ。あー、ただこのパーティーだとMP 回復がちょっと辛いか。いやどうしよう。そう、チャージタックルもね効くんでね、こういう風にね、ピンチになったらチャージタックルやればいいよね。でちょっと NP 回復が欲しい。でもで、まあ、攻撃でいいでしょう。でベホマラー、マインがね、まあ、言うてか、とにかくこの縛りだから消費 MP が2倍なので MP すぐ減るんだよね。いいね、チャージタ効いてるね。まあ、暇だから暗黒の霧で。お、幻惑効いたね。これ幻惑効くとね、かなり強い。ちょっと待って、幻惑効いてねえじゃん。よいしょ、まひってるなぁ。ただ雨だよね。よいしょ、でベホイムと、ベホイミと、まあ自己デインなくてもわりかし耐えれるね。よいしょ、さあ来た来た来た。これでまあ MP を回復していけばいいでしょう。ロースの霊薬、よいしょ、いいね。さあこれでダストンをこういう待機状態にすれば、待機してる間って消えないんだよね、効果が。だから倍化と範囲化が常になってる状態でいけるっていうわけなんですね。うん、いいね。さあベホマラー、よいしょ。まあこの戦い方でいけるとは思うんで、よいしょ、ビリバリブレード聖剣好きからの、うん、そうだよね、よいしょ、 OK。 あ、そうか、自己デイン、なんであんな弱くなったのかと思ったら、これ魔力覚醒の逆のバージョン入ってんね。そうかそうか。ってなるとちょっと親愛爆裂でヘナトスを入れて、ナイスで、ちょっとチュン吉で回復をさせて、でラグアスで暗黒の霧をやりたいけど、聖なる色の方が先か。いいね、死ににくいね。やっぱり雨だ、強い、雨が強すぎる。ちょっと神秘の悟り、よいしょ、悟ってベホマラーしようね。ただやっぱタフネスだねこいつ、なかなか色が黄色くならない。よいしょ、あーや、うーわ。さて洗礼をやってと、よいしょ、
さあ雨も消えたので雨は次の下、次のターンでやりたい。交わりないんだよな。ペル見るとこで、これチャージタックル、できる男のチャージタックル。うわできんかった。タックよ、ヒューザはできねえよな。できないと、うわー、これはちょっと痛いね。まあ、ちょっと奇跡の雨やとこう。そうか、ピオニムかけたから順番が変わったんだな。ちょっとチャージだね。おーし、来た。チャージタックルがこういう風にね、たまに効くからね、いいよね。ちょっとヒューザ君の NP もなくなってんので、マユちゃんと交代して、え、どうしよう。あ、え、洗礼じゃないね。まあ、回復か。で、まあ、暗黒の切りを入れると。よいしょ。テンションバーンが厄介だね。でもって、妖精の霊薬を使って、OK。これでもう、NP 回復はいらないでしょう。まあちょっと奇跡の雨をやっていこうかね。よいしょ。待って、え、雨が切れてた。いや、そんなことないな。ちょ、雨が切らすとまずいな。突撃やばいね、これ。なんか後半の突撃ダメージめっちゃ上がってない？そんなことないかな。あー、テンションバーンで上がるけど、洗礼すればいいか。だよね、そうだよね。あ、いいね、赤くなってる。ロストアタック。あ、じゃあまあ雨でもいいかな。持って、おいしょ。あー、それはちょっとしんどい。うーい、ナイス、めっちゃいいねこれ。そのチャージタックルはかなり使える。ヒューザ君やるな。おいしょ、いいショックだ。動くの、うわ、動いたね。どうしよう、ちょっと一応ロストアタックやって、洗礼やっとこうね。おや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 、 NP 足りるかなと。そんなことないね。まあいっか、もういけ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 るでしょ。総力を決せれば。よいしょ。あ、ちょっと待って、これ分かんないんだけど。あぶねえ、切れてた。雨が切れてたぞ。あら、まあ、これはちょっと待ってね。これは先に雨やった方がいいね。でもってベホイムをやると。あー、やっぱりベホイム強い。ベホイムじゃねえ、雨が強すぎる。あ、やらかした。ちょっと回復しとけ。でもって
出すところヒューザーに入れ替えて、まあ、無限の悟りやるじゃん。でベホマラーだよね。オッケー。おー危ない、危なすぎる。ロストアタックだ。持って奇跡ダメやっといて、ヒューザ切れるよね。ヒューザ君の MP がないのでちょっとな、回復をさせたいところ。さあ魔法、あ間違えた。もう倒せてくれ、倒してくれ。よっしゃ倒した。ガルレーリベンジ成功。簡単、雨があれば簡単。なかなか胸が立つようだな。だがそんな攻撃では我は倒せんぞ。倒れとるやん。倒れとるやん。え、マジ、マジで第2回戦あるのっけこれ。来たー、勇者の光。さあ勇者の力に目覚めた。ちょっとなんかこの画角から見るのアンルシアがちょっと残念だけどね。なんかひょこひょこちょっと歩いてる感じだけど。任せろアンルシア。さあ来たー、勇者姫アンルシア。そうだそうだよね、ここで。まあまあまあそんなもん決まっとりかな。もうヒューザ君でしょうねこれは。はい残念ヒューザ君、ありがとうございます。さあこっから本番。まあとはいうものの、まあ大して先ほどとね戦い方が変わっても変わらないので、もうやることはもう同じだよね。聖剣爆撃。あ、え、あ、そうか、忘れてました。何が聖剣爆撃だよね。本当にすごいなんかドヤ顔で今やったけどさ、勇者の光を入れないと間違って不死鳥テンプ入れそうなんとね、危ないけどね。さあこれでガンガン行こうぜ。いいダメージだ。ちょっと無限の悟り入れよう。ちょっとここでねダメージをちょっと稼ぎたい。バギムーチョ、ちょっとここでテンションね溜まっとればね必殺技でこう打ちたかったんだけどね。よいしょ。さ次は動くでしょ。よいしょ。ベホイやって、まあんちゃんいればまあ心強いでしょう。ちょっと待って、エンド欲しいな、これ。3で持って、奇跡の雨巻いてるね、OK だね。ちょっと暴走魔法陣でちょっと遊んでおこうかな。よいしょ。これで暴走させれば、幾分か回復も楽になるよね。よいしょ。あんちゃんの火力がちょっと弱いんだよな。よいしょ。そうか、闇の衣をまとってるときはあれだ、受けるダメージ減ってるから今は別にダメージ与えれるんだ。待って、暗黒の霧でいいよね。よいしょ。でも意外にヒューザ君もさ結構役に立てたよね。エナトスとかさチャージタックルとかあるから意外にヒューザの方がいいかもしんないけどな、アンルシアより。よいしょ。そうか、一応マジックバリアを2度入れとけばそんなに怖くはないと。キャキャ、ダメージ減ってんね。ただ中吉がすっげえ食らうんだけどな、自己伝。ドルモアでいいのか。
で、ビフォーマラー。これはアンドシアを常に入れてこないといけない状況だよね。でこれ一つね、ちょっとね、困ったことがあるんだよな。ってなるとだよ、まあ、チュン吉は奥に入れれないよね。うん、戻せないもんね。でヒーラーのフラグラス君は下がらせれないよね。でアンルシャンも下がらせれないよね。ってなるとマイユちゃんを下げないといけないわけなんだけど、 NP が回復できないっていうね。マイユのわあ、これちょっとタイミング悪い。いや意外に強いなーこいつ。ちょっと料理もやっとこう。よいしょ。もっと闇の衣来た。さあ勇者の光をやってほしいんだけど、よいしょ。おお、たまるんだけどな。違うよな。 100% たまってほしいよな。全然ダメージ与えねえや。これはちょっと胸無双で。あ、そうだ、胸無双で NP 回復できんじゃん。ちょっと待って、それまずいって。ツッコミ、よいしょ、ナイス。いった、勇者の光。さあこっからいくぜ。お、いいダメージだ、いいダメージだ。お、いいね、黄色くなってんね。やらかした今のは。どうしよう、ちょっと待ってね、 NP 回復しようね。さてちょっと神父の悟りやって、まあ回復いけるでしょう。あと少し、次に行ったんだね。まあ防御しとこう。よいしょ。まあちょっと雨もやっといて、さあ次で勇者の光が飛ばせると思うので、まあこれで終わるでしょう。あらガリレー、この間めっちゃ苦労したのにな。そんなガリレー、賢者の奇跡の雨でこんな人もあっさり簡単に倒せるとは。あ、エンドオブシーンやっちゃった、バカ、もったいない。よいしょ、ここ。おバカだな。さあ爆撃、よっしゃ強し、やっぱりまゆちゃん強し。ふう、違いないな。ところで二人に話があるのだ。そなたがアンルシアを助けた時のあの技、あの盟友の技ですね。もうかれこれもう何週間前の話だから、もう忘れてました。トントン、としている暇はありません。一刻も早く先へ向かいましょう。私は勇者なのですから。あれだね、トーマ兄さんをあれだよね、やっつけられてるゼルドロドが目の前にいるから焦ってるんだよね、アンちゃんね。降りておらぬな。
とりあえず話は後だ。今アンルシアを追うとしよう。覚えておけ。これからの魔族との戦いはそなたとアンルシアの協力が必要不可欠となるだろう。さあ、フードの男とアンルシアの一騎打ちとなるんですが、邪魔をするなら相手になるわよ。かわいいアンちゃん。もう始まっていたか。おー、かっこいいあんちゃん。さあ、仮面の下の顔はすごい、今めっちゃ煽っとったね。どうだっつってね、あんちゃん。さあ、だがしかし、おー、すごい驚いてる。めっちゃ驚いとる。すごい驚いた顔してるよあんちゃん。そりゃそうだわけど、あの刀身であの顔はちょっとびっくりするよね。兄様来た。だが、トーマはトーマではない。私は大魔王様に仕えるお前の兄なのだ。もういいだろう。トーマよ、使命を果たすのだ。神の奇跡は砕け散り、いずれ侵食が始まる。この地はもはや用済みよな。行くぞトーマよ。それは勇者の力もまたグランディリス神より賜りしものであると伝承に記されているからなのです。そこで勇者姫にお願いがあります。あなたの体はとても興味深い。どうかあなたのことを研究させてください。いかがわしい、こいつ。ちょっと急にパリピか、こいつは。すみません、古代史のことになるとつい興奮し、はい、ということでね、変態博士のね、はい、説明が終わったところで、まあ、どうなったかとまとめると、とにかく、アンルシアの盟友とね、なった主人公、常にね、ツーマンセルでね、アンルシアと助け合って生きていけと、さらに、神の秘跡、一個割れてしまったが、残り四つあるということで、その四つが、まあ力をね、失われているので、まあこれからね、勇者姫の力を注いでいこうというわけでございますな。そうだよね。そうですよね。オンラインではミルト君、ここでしかね、登場がなかったんだよね。確かね。オフラインでね、オフラインオリジナルのストーリーとして関わってくるからね、ミルト君の、怖っ！ちょっと、性格の悪さがすごいにじみ出てるんだけどね。めちゃ怖いやん。あんな後ろでサビルト君のクエストを受けに行って、そう、残念ながらこの秘密会議の機械が壊れてると、その会議を直すために、はい、ラギ雪原のね、この掘ったて小屋にいるね、まあ、前回もねクエストでちょっとお世話になったこのパジェオのね、じっちゃんね、これ、このパリピのじっちゃんね。っていうようにね、じっちゃんに頼まれたこの魔光レンズを取ってきました。まあ、これで、まあ、直接ね、さっきの地下会議場に持ってこいというわけなんですが、もういいじゃん。掘ったて小屋に持ってけばいいんじゃないのこれ。はい、手に入りました。ふん。これはなかなかに質の高い魔光レンズじゃの。ほうほう。お前さ、良い仕事をするではないか。まだここにいたとは、うかつ。お？なんだ？ルシンダヒーボーさん、久しぶりじゃー。はーい、っていうわけで。だからお前をここに呼ぶのは嫌だったのだ。あのパリピなじっちゃんのじっちゃんがさらにね、ルシェンダ様のことをヒーバーちゃんって呼ぶっていうね、どれぐらい本来のね、ルシェンダの姿どんな感じなんだろうね。
ヒーバーちゃん？それはびっくりするよね。私をヒーバーさんと呼ぶなと何度言ったらわかるのだ。いや、あれですよ、見た目すっごい美人ですからね、ルシエンダ様。え、何かの冗談？こんな時に限って真実が見えてしまいました。調子のいい真実の見え方するな、中谷総司。だってルシエンダヒーバーさんは正真正銘わしのヒーバーさんだし。ってことは身内なんだろうね、このバジョとね、ルシエンダってね。黙れ。とにかく皆の前では絶対にヒーバーさんなどと呼んではならん。はーい、わかりましたでしょ。ルシエンダお姉さまが怖いのでわしは隣の部屋に引っ込みます。我々が一同に会するのは誠に久しぶりじゃな、とブロッケン様は言っておられ。はい、ということでね、これね、賢者で一同にね、遠いとこからね、会議ができるっていうね、すごい優れもんだよね。はい、でもね、一つだけね、椅子空いてるのすごい不思議だよね。あれは今後のお話で皆様わかるものとなっております。先が知りたい方はね、はい、オンライン頑張ってね、やってください。さあ、ということで、まあ、ストーリーに戻りますが、まあ、神の秘跡ね、あれを守るために、まあ、アンルシャたちはね、まあ、あの神の秘跡の場所に行かないといけないんですが、その前に今のアンルシアたちの力じゃ、まあね、敵に攻撃を与えることができないので、この賢者の試練というものをね、はい、やっていかないといけないわけなんですが、まずはエイドス。久しいな、まさかお前が勇者の盟友であったとは。わしの預かった秘技は勇者の盾。魔物の生み出す幾多の災いから加護の光にて皆を守るという技よ。大魔王。はい、そんな勇者の盾、ここ、はい、ドグガの間、賢者の隠れ家、ここで覚えれるということなんですが、大丈夫かな、倒せるかな。まあでもガルレイ倒したから、まあ、余裕でしょう。そう、マーモンね、ね、まあマーモンっていうかね、タピオカね。まあオンラインではね、これをタピオカってみんな言ってるよね、この形をね。さあ、まあ、でもその力あればいいんじゃないのと思うんだけどね。勇者の盾やん、これ。まあ、っていうようなね、まあ、勇者の盾なんですがね。この加護の光を技に消化できたら、毒から身を守りながら戦うことができるわ。それが勇者の盾の正体。私は加護の光を技に消化することができるかどうか試してみるわ。さあ、といったね、勇者の盾を思いゆくね、このドグドグバルーン戦いきます。まあ、とはいう、あ、しまった NP 全然回復してない。まあいいか、いけるかな。ちょっと待ってね。あ、これまず、ちょっと奇跡の雨やって、あれ、これいけるか、大丈夫か。ちょっと誠の衣だな。まずは NP 回復しよう。まあ、じゃあどうするかというと、まあ、ただね、あのアンルシアの必殺を待つだけなんですけどね。はい、あとは、まあ、無限の悟りをやって、聖なる祈りをやる。相手なかなか攻撃してこないね。あ、毒ガスが溜まった。これ勇者の光やらないといけないんじゃないの、これ大丈夫。ドルマドン弱っ、めちゃくちゃ弱いんだけど、魔力覚醒が入って。え、ちょ待てよ。え、どうすんだ。あの人は必殺技全然たまんないんだけど。あっぶな。あれ、このダメージを勇者の盾で防ぐんだっけ。あ、っていうかこいつ闇耐性があるのか。あ、
これだね。そうかそうかそうか、光呪文じゃないとダメージが与えれないんだ。お、いいね、幻に包んだ。まあ、でも勇者の盾なしでもクリアできそうな感じですけどね。よいしょ、そんな感じするけどな。よいしょ、これから魔法虎の頃もね NP を回復したいから NP 節約だね。これ毒ガスを貯めている。なかなか攻撃しないからね、こいつはそんな強くないような気がする。もう多分賢者だとね、あ、何何どうした、ヒューヒュルルルルヒューって。全然苦しくないよ、あんちゃん任せて。早いな早いな。いや、アンルシアもうずっと入れてますけどね。はい、さあ2度目のドグドグバルーン戦。さあアンルシアの必殺技勇者の盾、さあ目覚めることができました。おかげでね、あのまた新たにね、バフの貼り直しっていうね、クソめんどくさ。あ、でもヒットポイント LP 完全回復してる。あ、優しい、これは優しいね。あ、試練全部回復してくるんだ。おいしょ。まあ、でもさっき大してダメージ食らわなかったんだけどね。うん、あ、そうか、無限の悟り、まあ、僕らもしとこうかね。さあ、あんちゃん常に1ターンずつテンションが溜まってます。よいしょ、じゃあ異様なズン、うん、ちょっとどういうこと？だって勇者溜まってないよ。さあちょっともう一回リベンジなんですが、ちょっとよくわからんよね。だって今ちょうど溜まった時、溜まる前にさ技やってきたんだけど、非常にでき難しくないっすかそれ。アンラッシュはまだテンション溜めるとかいうコマンドがあればいいけど、ないでしょそれ。ちょっと待って、これどうしたらいいんだ。あいつがやってくる前にテンションがたまりきらないと多分できないんですよね。あれ、これもしかして勇者の盾って本来75のテンションでできるんかもしれないんだ。なんだけどこの縛りって 100% じゃないとできないから、ちょっと待って、これまずじゃ防御なのかな、防御して耐えるってことなのかな。いや無理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 、どうやってやんの。さあってことで、ちょっと一つ思う節があって、戦闘このボス戦に入る前にある程度アンルシアにちょっとテンションを貯めてればいいのかなと思って、今ちょうどね50ちょっと60ぐらいかな、テンションを貯めてきた状態です。でこれで2回戦目どうなるかですよね。でもゼロから始まったような気がしたんだけどな、僕気のせいかな。さあということで、まあ2戦目っていうか2戦目だね。うん、これでテンションが溜まってればいいんだけど、溜まれてなければ積みゲーってなるんですけど大丈夫かな。
ちょ待って、嘘でしょ。あ、ちょっと待って、あんちゃん、あんちゃん今見て、全然テンション溜まってない状態、これ無理じゃない？聖女がかかればいいんだけど。さあ、毒毒ガス、ほら無理やん、これテンションたまりきらんて。はい、多分ですね、おそらくなんですが、これ縛りによるね影響かと思います。はい、まあ、っていうのは本来アンルシアの勇者の盾はテンション75ぐらいで溜まってれば使える技だと思うんですよね。なんですが、縛りによってテンション100、全部ね、あの全部テンション100消費しないするっていうね、まあ、縛りがあるんですよ、縛りの中にね。なので100ないと勇者の盾が使えないっていう状況になってるんですよね。じゃあ罪じゃないですかと思うよね。ところがさっきね、あのアンルシアはねテンションを貯めても次のターンでテンション戻ったんですけども、仲間が戻ってなかったのよ。ってことはですよ、ここでラグアスとチュン吉でテンションを貯めておいて、このまあチュン吉踊り子に変わったわけなんですけども、まあ、ティンクルバトンでテンションを渡せば、まあ、ある程度アンルシアのテンションをいきなり貯めるんではないかと思い、ちょっとねテンションを貯めてきました。今結構溜まってるでしょみんな。さあ、これでいけなかったらもう罪ですなこれ。さあ、おお来た。さあ、これでやっとクリアできる。いやー、よかったー、マジでびっくりした。なんだよこのもう本当のゲーム、マジで。ちょ、祈りのゴスペルやって、でラグワスのこのティンクルバトンね、これこれでアンルシアにテンションを上げれば、はい、テンション一気に50溜まるんで、まあこれでいけるんではないかと。よいしょ。いや、よかったよかった。もうど罪かと思ってドキドキしてたよこれ。大丈夫だよね、大丈夫だと思うんだけど、ちょっと心配だな。ちょっと精鋭部隊呼んどこう。よいしょ、よーしゃ来た、テンション溜まった。よいしょ、まだ大丈夫、まだ大丈夫だと思う。あ、っていうかさ、でもさ、新速のチャンソンで2回打ちで溜まるんじゃないか。よいしょ、さあ溜まった。なので勇者の盾、よっしゃ間に合ったはまったかと思った、びっくりしたよもう。積んだかと思ったけど、まあ大丈夫でしょこれで。よいしょ、あ、いいねいいね、これでどんどんテンション溜まればいいよね。またでもこれでとりあえず1回目は OK だとしても、こっからだよね。これチュン吉がテンション溜まってくれればいいんだけど、その前倒せばいいんだよね、倒しきればいいんだよね。いや、倒せるかな。言うても必殺技一発やったけど、え、何これ。おお、びっくりしたよ、死んだかと思った。え、ちょっと待って、お祓いアンルシア、おナイス2回攻撃、NP 回復も、よいしょ、でベホマラー、いやちょっと待って、マヌーハが欲しいな。テンションたまるこれで。
あ、でもダメージ与えてくるね。で、ティーンクルバトンでアンルシア。これで勇者の盾ができる状態だね。あ、そうだね、ベホマラだね。おしょ。さあ、貯めてるんでしょうか。じゃあ勇者の盾でちょっと。あっぶなー。これでも2回この勇者との盾ができなかったら積み圧だったんじゃない、これひょっとして。ちょっと縛りのせいで積むのは勘弁してほしいよね。言うてもバトルマスターにね、転職することができないですからね、縛りのせいで。あ、間違えた。まあいい、いい、しな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 。さて、超はやぶさ。大丈夫か、ちょっと心配になってきたぞ。あぶなー、よかったー、よかったー。踊り繰り来て、はい、簡単。独特バルーンやっつけたり。なんとか試練の魔物を倒せたみたいね。これは私の中に大きな力が湧いてくる。はい、ってことで一発目の試練からね、積みゲーになってね、もうこの録画がお蔵入りになるかと思った矢先、よかった、クリアできて。はい、ってことで、はい、まあ、一発目の録画でしたが、皆様見ていただいてありがとうございました。まあ、今後ドラゴンクエストオフラインね、この全縛りね、2周目、まあ、録画でね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、次回はね、こちら2つの試練をね、一気にクリアして、さらにはね、神の秘石を守っていきたいと思います。ってなわけで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。